真夜中なのにやっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジラジオギニハマーです。現在2024年の11月3日日曜17時2分ですね。今日は響きユーフォニアムの川島さほやの誕生日です。さあ、それでは今始まって、今ね録画しておりますが、追っかけ再生で見ていきます。ラブライブスーパースターシーズン3の5話ですね。では先に軽く自己紹介するので、興味ある方は30秒ほど飛ばしてください。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープリーライシャで4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界まで見えテレビ直送部でビートだけさんと、今年は痛快明石家電車で明石家さんまさんと共演テレビ30本以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 共演も果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数、チャンネル登録者数のみの皆さん、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告かります。もしかしたらそれを我慢しつつ路地をしていただくか、もしくは普通に招待のうちにリアクションのみを確認いただくということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。さあ、前回のラブライブスーパースターもよかったね。鬼夏姉妹、夏。あ、進路希望調査票ね。先週からだから、今ね期間限定で確か公式からオープニングとエンディングが確かアップされたはずやけど、まだちゃんと見ておりません。に朝ニーハオシャオハイシホロンポ、そうです、90点。おお、100点グハグハって卒業はで、そうやね、延期やからね。あ、クク。
あ、そうか、その後のことが。寝ちゃうのか。あ、すみれ。夏休みね。なんか予告だ、全員いてたよな。新手のツンデレやな。あ、いいな、いいな、いいな。なんちゅうこと言うねん。それは夏に長袖はね、アグリーです。同意ね。あ、上海から、あ、空港やないかい。2枚？誰？え、ありや？なわけないか。千里？全員かな？マルガレーテか。
やっぱスミレよ。四季がフッフー言うたで。いやギャラクシー。ドラゴンレーダーみたいな。これ何の機械やこれ。うん。おおお。謎解きミステリーみたいな。東方名士と天使坊千里だけボディーバッグやな。あ、妄想。おお、いいね。いいね。かわいいね、千里。確かなんか次回予告だと船乗ってなかったっけな。売らないし。
いいね、ハート型のグラサンしてる。お姉ちゃんかな。あ、これやね、次回はこういうスタッフね。そうだ、クークーの携帯使ってるってことだよね。え、母親どっちや。この野郎、ライブか？ソロライブ？多分姉やな。もうお姉ちゃんってば、クーコの友達ももてなしちゃったの。普通じゃつまんでしょ。普通でよかったのに。
モンモン。結構な銭かかるよなこれ。うん、ステージ、あ、ゲストで歌ってくれたことか。上海スクールアイドル。はあ、ギャラクシー。ああ、ほんならもう合体するじゃないな、これ。クークーちゃんを助けて。クークーちゃんを助けて。お姉ちゃんの声優さん誰？ラン、ランっていう人の。星屑クルージング上海バージョン。あ、しまった。今回誰が歌ってるかみんな忘れた。全員かな。中途を見させていただきます。さあ次回宝物キャンプの思い出。ああ、またぬかりなしやな。式、あ、式って6月17なん。わ、ほっこり。夏の思い出。またね。はい、じゃあちょっとエンドカード今一時停止しました。はい、ちょっと、今回のエンディング誰やったかを見たい。あ、これちょっと前だ。あ、じゃあじゃあこれ星屑クルージング。リエラ。あ、ちゃんとカノン抜けてねんな。2,4,6,8人になってるし。そうかそうか。これ次回泣けるやつやぞ。次回はやばそうやね。はい、まあいうことでね、まずは進路調査票が配られて、まあどないしようかなというねところで悩む可能で、一方まあ1年生組の、マルガレーテは90点取って、はあはあ余裕やわって言ったら、そこに100点取った泊まりが来てもらったっていうね。手加減し左手で書いたらなって、スポーツやないねんからね。ちょっとそこおもろかったけど、
まあ、そこでまあクークが悩んでるところに、カノンが遭遇かな、ほんで、まあ進路をどうするかということで、まあ、クークの夢は3年間を、スクールアイドルとして全力で、やりきることやと。だからその先が見えへんということね。で、親は何て言ったっけ、親父の母校である北京大学に進路を、進学してほしい。しかしお姉ちゃんのモンモンさんかなは、まあ好きなことを続ければということで、まあ、応援をしてくれてると。まあそんな中で、まあ夏休みに入り、クークーと連絡がつかなくなったと。で、上海に帰っていることは分かってたんやね。で、チケットが届いたと。全員分届いたと。まあそしていざ上海へ。やけど、まあその上海ではしゃぐ全員おもろかったけど、あの印象的だったのが千里やね。完璧なまんまるがめっちゃ可愛かった。あと鬼夏の抜かりのなさね。鬼夏抜かりなくどこでも撮ってのおもろかったね。あの妄想とはいえチャイナ服の全員が良かった。あの響けでもね、ちょっと響けの話ですいませんね、カラオケの鉄人でね、今回チャイナドレス姿の5人がね、北宇治カルテと4人プラス、眉ね、よかったですね、チャイナドレス姿ね。まあそしてまあなんかね、えらいなんかミステリーツアーみたいな、 なんていうのああいうのは、写真を頼りにね、ここに来いみたいな。で、そこで現れたのがお姉ちゃん、で船にのあのカノンが船に乗らされたらおもろかったけどね、さあ行きますわよみたいな感じで固くまれてたらおもろかったよね。でまあなんだかんだその景色にねこう、感動しながらも、あなたもしかしてクークーを誘拐したろそんなわけやったけど、でまあまあクークーが一人でね歌ってたけども、あれは何だったんかな、練習やったんかな、それともお姉ちゃんはその上海のスクールアイドルフェスの運営に携わってるのかな。でおそらくそういうことだと思うのね。でゲストとしてマネーだと思うんですわ。やないと、あの、10人分か。10人分のチケットって、わからんけど、少のうても、数十万は、2、30万と、いや、ですね、上海まで2万で行けるわけないか、わからんけど。自分は飛行機乗らんからわからんけど、まあ仮に5万としても、ね、10人し、50万かかりません。往復で100万かかりません。あ、甘いかな。だからおそらく、そのスクールアイドルフェスの、運営からその出てると思うね、費用が。だからお姉ちゃんは多分スクールアイドル、上海のスクールアイドルに関わってて、おそらく、それが職業なんじゃないちゃうかな。何歳かもわからへんし。で、クークーに好きなことを続けていってほしいっていうのは、おそらく、そのスクールアイドルに関わる仕事をこうやっていってほしいということやと思うんやけどな。それが次回の宝物につながると思うんやけど、多分宝物っていうのは予想としてはこの、まあまだね2年まあまあ3年目やけど、リエラとしてねやってきたこの全ての、まあ思い出、リエラでの活動思い出、こういったものが宝物としてなんか次回出てくるんじゃないかなと思うねんけど、うん、まあ、自分はそう予想します。故に次回は泣けるんじゃないかなと思うけどね。まあ、今回はどっちかというと笑える回やったかね。はい、いうことでね、まあ、自分はそう予想します。あ、んで、あの、最後の C パートのね、なんだっけ。キャンプの思い出か。いやー、四季、そうか。若菜四季、6月17日誕生日なんやね。響けの、また響けです、すいません、ハリア・カホと同じ誕生日であり、そして私の甥っ子と同じ誕生日です。私の甥っ子は、現在中学2年です。うん、はい、まあいうことでね、そうか、ちょっとラブライブスーパースターのメンバーのね、ちょっと誕生日も調べておこう。よし、今調べよう今調べよう。ラブライブスーパースター、キャラ誕生日一覧、で、はい、これ3期まで出てるかな、全13名、13名なの、13名、2人多いぞ。あ、マルガレーテ1月20日なんや。
丸刈りて161なんやな、背高い。丸刈りて1月20日私1月28です。誰が興味あんねん。あ、千里2月25なんや。千里2月なんやね。きなこが4月10日、4月10日4月10日なんと、UFO の鈴木さつき女子やと、黒沢友さんと一緒やね。ってことは4月10日はそうか、3人お祝わせなかのね。で、カノンが5月1日、5月1日か。159、あ、きなこも159なんや。あの、今ほんまに初めて調べてるんでね。で、四季が6月17日ね、161。あ、ほな丸刈りてと身長一緒やん。で、千里が155。うん、ちょっとこれはまたあのインプットしておきましょうか。ほいで、クークーが7月17日。7月17日ああ、なるほどね。159なんや。鬼ナッツが8月7日。152センチ。で、あ、ひじさはいやな。あ、サニーパッション入ってんのかいな。8月11なんや。で、スミレが9月28。あ、スミレ9月28。お、かまやつばめと一緒やん。なんかあれやな。ラブラブスーパースターと UFO のキャラ、誕生日かぶり多いぞ、これ。スミレ161なんやな。ってことは、誰や、四季とマルガリテと一緒か。え、ほんで、メイが10月29。あ、惜しい。155センチ。で、葉月蓮11月24日。今月やないか。葉月蓮163か。で、ヒイラギマオが12月2日。おぉ、笠木のぞみの1日前。169ないね、ヒイラギマオ。で、泊まりが12月28。で、160。あ、泊まりが一番背高いんか、ほんなら。はい、まあまあ、ちょっと覚えておきましょうか。はい、どこで何してんねんっていう感じですいませんでした。はい、次回はおそらく泣ける回でしょう。楽しみです。もう、このシャツが、ね、輝くんじゃない？はい、ということで、ラブライブスーパースターシーズン3の5話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援、コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味のある方はここで聞いてください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない、在宅で主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナ影響で全く仕事が戻らず、約4年9ヶ月仕事がない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知ってぜひ応援していただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL もくれますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1681日目ですね。長いです。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月24日からパフォーマーのチャンネルでスタートしてますが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画を自ら全然削除させるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどいやめたい、ずっと言ってます。それでもなおやればできるわけでもないです。大体そう思って、一日も休まず気合と根性だけで動画投稿を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、お願いします。